収めても、は、柴崎由加による日本の長編恋愛小説。2010年に、雑誌、文芸夏号に掲載され、同年9月に、カーデ処防新社より刊行された。同じ顔をした二人の男性の間で揺れ動く女性の、恋心を細やかに描く。第32回、野間文芸新人賞受賞作。2014年5月に、川で文庫より文庫化された。および、 それを原作とした2018年9月1日公開の日本映画。浜口隆介監督により、主演、東出正大、ヒロイン、唐田エリカで映画化された。映画公開に合わせて、森泉学堂による漫画とコラボした書き下ろし版外編、同じ街の違う夜を収録した、増補審判が2018年6月に、川で文庫から発売された。大阪で、 社会人になったばかりの調子は、偶然出会った同い年の青年、麦に恋に落ちる。二人で遊ぶようになり、次第に付き合うようになる。周囲に心配をされても、麦との恋に夢中な朝子にはそんなことは気にならなかった。そしてある日、麦は、上海に旅立ったまま調子のもとに帰ってこなくなった。三年後、調子は、東京に引っ越しカフェで働き始める。そしてある日、 調子の働くカフェのビルにある会社にコーヒーを届けると、そこには麦に、そっくりの男性、両平がいた。名前も年齢も性格もぬくもりも違う麦と、両平だが、その顔を見て調子は、胸は高まるばかり。雪の降った日、朝子が貧血を起こし公園のベンチで休んでいると、両平が通りかかり、自宅まで送り届けてくれた。それをきっかけに二人は親しくなり、調子は、 優しい青年、両平と付き合うようになる。そして麦の居場所が分かったのはその後のことだった。日本、フランス合作により映画化され、2018年9月1日に公開された。2015年に、ハッピーアワーがインディーズ作品ながら国際映画祭で、数々の賞を受賞し注目された、浜口隆介監督の商業映画デビュー作。 トーフビーツが初めて映画音楽を担当する。アサコ・アイ・アンド・ツーの映題で第71回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、世界20カ国での配給も決定。第43回トロント国際映画祭コンテンポラリーワールドチネマ部門並びに、第56回ニューヨーク映画祭メインスレート部門にも出品され、アメリカでの配給も決定した。 寝ても覚めてもに関するカテゴリー、ありがとうございます。